伏見和夫は、日本の工学者。専門は、電気工学。東京大学原子核研究所教授、工学博士。The University of Tokyo M.E.Litas Professor 和夫伏見仙台市出身。第2高等学校を経て、1945年、東京帝国大学第2工学部電気工学科卒業。低新小電気試験所に入所。 1962年東京大学より工学博士を授与される。1964年 NTT 電気通信研究所を退所。武田理健康業株式会社入社。取締役、開発部長。当時の部下には田町康夫など。1964年から1966年北京、大学。1967年から1984年。 東京大学原子核研究所教授。当時の助手には、渡辺真一など。1984年定年大会に際して、東京大学より名誉教授の称号を受ける。1984年から1994年電気化学系機デンマーククローネ顧問。1984年から1991年日本電子顧問。武田利研在籍当時。 フシミスケーラーを発明。フシミスケーラーとは、パルス列を計測する重心計測器。通常トランジスター計測器は 50MHz 以上の高速計測が困難であったが、フシミスケーラーは、高速性能に優れたエザキダイオードを用いた、ニッチ係数回路を重心法計測回路の前に、接続し二重心回路とし、パルス列の計測と同時に重心法に変換する。 方法である。これにより1 2 5ヘルツに達する高速計測が可能になった。ありがとうございます。